皆さんこんにちは。経営コンサルタントの長野です。今日も長野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思いまーす。2019年2月20日水曜日暗号資産草コイン長野研究会。今日の千葉県松戸市はねすごい暖かかったですね。 もう夏でしたね初夏って感じでしたね日中は上着いらなかったですね、うん、日中はですね上着いらなくてもう T シャツとかねポロシャツで過ごしてました家の中とか外、ね、で夜になってですねあの雨がねさっき降ってきましたねザーッと一回だけスコールみたいなの降って今は落ち着いてる感じですね 明日はちょっとどうなるかわかんないですけどはいまあちょっと明日はですね町内会の班長会班長会に出その議事録を書いて、えー、回覧板をちょっと早く回さないといけないのとあとねまた4月からねあの町内会の班長が変わえなくちゃいけないのと次の人にねバトンタッチするための引き継ぎ資料をね少し作らなくちゃいけないかなと思ってますまあ明日もねちょっと経営コンサルティングとか 結構いっぱい入ってて忙しくてね毎日きついんですけどもまあ今日も張り切っていってみましょうということで本日のお題なんですがえー、いよいよね待ちに待ったビットコイン ETF のダブル承認の時期なんですけどもえー、私のねあの独自の新宿イとルートでですね4月5日金曜日の アメリカ雇用統計の日の可能性、えー、が非常に高いということですね。ですからもう3月いっぱいということですね。仮想通貨、草コインを買うのもね。あと1か月少々しかないということですねで。草コイン爆上げシ,ナシグナルが、まあ、発令されたということで、どういうことかというのを今日は見ていきたいと思います。去年1年間ね、もうずっと。 えー、コインチェックがね、1月の22日ぐらいかな。あの、ネームを大量,大量漏洩してからですね、1年始まったわけなんですけども、去年はね。それからまあ、日本全国仮想通貨セミナーを行って、個人コンサルティングと、えー、途中5月、あ、違う違う、7月からか。7月から、まあ、特別有,有料会員のですね、 えーまあ、誰でもあの毎月1万円払えばです、ね、参加できる有料会員のです、ね、情報提供を始めたわけなんですけれども、まあ年末にね、去年の年末に仮想通貨が爆上げしなかったもんですから、まあ、ダメなのかなってすごく、ね、あの期待が下がってしまったんですけれども、まあ、ここに来てです、ねえー、仮,想仮想通貨のですね えー、ビットコイン ETF がね、承認されるっていう情報が流れて、ものすごい上がってますね、ビットコインがね。で、去年もですね、まあ、あの、なんとか、ビットコインの価格、まあ、ビットコインっていうのは、すべての仮想通貨の基軸通貨ですから、ビットコインが上がれば、すべての仮想通貨とか草コインが上がるんですよね。で、去年はですね、えー、どうなったかっていうとですね、何回か上がったんですよ。 でまあ、一番高かったのが240万円までつけたんですけどで下がって上がりましたね、これ,、えー、これですねこの辺はまあリバウンドで上がったって感じなんですけども、一旦5月の頭ですね5月3日、ゴールデンウィークに上がったのこれもビットコイン ETF が承認されるんじゃないかっていう期待感で上がったんですよね、まあ、ここら辺もそうかもしれませんね。 はい。それでまた落ちていって、ここですね。7月23日あたり。これもビットコイン ETF が承認されるんじゃないかという期待感で。ここが、えー、っと、108万円ですね。で、ここら、ここはですね、127万ぐらいですね。2月19ぐらいですかね。これとか。で、ここが、えー、7月23か。これが94万円。うん、そうですね。で、ここが81万。 ですべ、ね、て、このすべてビットコイン ETF の承認がされるんじゃないかっていう情報が世界に流れて上がったんですよね。それでダメか、ダメか、ダメかということで、証拠状態だったのが、ここですね。この秋です。夏から9月、頭9月の4日から、えー、っと、11月14日ぐらいですかね。去年はほとんど毎日ライブやってましたから、YouTube ライブ夜やってましたから、もうすべて、 お見通しです、このね、<laughs> ずっと。記憶に刻んでますよ、このチャートはね、うん。で、ここら辺がですね、昇降状態で70万円ぐらいを、72万円ぐらいとか70万円ぐらいをうろちょろしてたんですね。そして、ここですね、11月14日ぐらいにですね、カルロス・ゴーンさんが捕まったっていう情報が流れて、 一旦61万円ぐらいまで下がってしまったと。とびっくりしちゃってね。そして、まあ、1週間ぐらいで後にですね、ファーウェイの副会長がカナダで捕まったということで、まあ、一気にまた42万円まで下がったということで、まあ、そっからまあ、抜け出せないでいたわけですね。で、一時やっぱ36万ぐらいまで下がってしまってですね。まあ、あの、もう、あれと、どこだっけな。 えー、アメリカのね、一部のヘッジファンドは、えー、13万円まで落ちるんじゃないかと、ビットコインがねで、まあい。いつも適当なこと言ってるんですけどね。まあ、あの、あそうそう、私もね、あの、まあ、適当じゃないですけれども、まあ、私のこの動画を見てね、えー、これを、この動画を見て、うん、投資判断をしたんだと、投資判断に使ったっていうことはなしにしてください。 えー、こ,れをこの動画をね、あくまでも私の個人的な意見、個人的な、えー、意見をですね、えー、憲法に基づいて、憲法の、えー、言論の自由に基づいて、えー、この動画に記録してアップロードしているだけですので、えー、このね、この私の YouTube チャンネルの動画、すべてにおいてですね、この私の動画を見たから、見たから、それを信じてね、 投資をしたとか、疎通が投資したとか、FX 投資したとか、国家を食金取引投資をしたっていうのは、それはなしにしてくださいね。投資はあくまでも自己責任ですので、えー、私のこの動画は何の意味もないということにしてくるし、していただけないといけないと思いますよ。はい、それでまあ低迷しててですね、まあ一、一度上がったんですね。これもビットコイン ETF が承認されんじゃねえかっつって、年末に上がったんですよね。年末に、 まあ、毎年年末上がってましたから、そしたら上がらずにですね、まあ多少上がりましたけどね、40、そうですね、36万から46万まだ上がりましたね。まあ、それで下がってしまったということですね。で、今回ですね、まあ、この、このチャートの波形ですね、これちょっとおかしいよね、こうカクカクってなってるね。 普通はさ、まあ、スーって下がってきて、スーって上がってビヨンヨンってなりますけど、これはなんか本当人工的ですよね。人工的に作り上げられた <laughs>、これねえだろうと、この石畳はねえだろうと。これふざけんなよと。これはですね、やっぱり人工知能が作ってますね。世界の人工知能の、えー、投資コンピューターが作っている波形ですね。 皆さんご存知の通り、今年ね、ビットコイン TF が承認される可能性が非常に高くなっているという話を聞い,ていただけると思います。それで、まあ、これはですね、コインポストさんの情報をね、使わせていただいております。皆さんもね、これ、コインポスト .jp で非常にいいです。あの、他にもね、いっぱいあるんだけど、Google とか Yahoo で,、ah、で仮想通貨ニュースって入れて検索をするとですね、 いいっぱいでニュースいっぱい出てくるんだけれどもあのはい出てきますが仮想通貨ニュース .com とかね出てくるんですがこのコインポストが一番信用できますねはいそれでここを見るとですねああの、まあこのまこ仮想通貨ニュース速報なんかを見る必要がありますがここですねここ えー、今日のニュースですね、仮想通貨市場に関わる最有力ビットコイン ETF に新たな動き、米 SEC の審査判断は4月上旬と出ました、今日のニュースですね。はい、ビットコイン e t f 日州に関する正式審査開始、米国証券取引委員会は審査予告を告知していた、バンエック版、ビットコイン e TF の申請を連邦官報で公開した。 市場関心度の高い審査判断に関するカウントダウンの始まりを意味していると。いうことで、えっと、これよく見ると、まあ、45日以内に会費判断または判断規定の期限の延長を下す必要があると書いてあるんですね。で、まあ、45日以内に今回またね、あの、出れば、4月上旬、4月7日前後ということになるということで出るんですが、 4月7日ってね、ご存知の通り休みかな ?4 月7日日曜日ですから、まあ、出然とに4月8日になるか。まあ、ただあれだよね。期日が45日って決まってるから、その前なんで4月5日ですよね。ちょうどいいと思います。4月5日はですね、えー、毎月第1金曜日はですね、アメリカの雇用統計の発表の日でもありますからね。 日本時間で夜の10時半かなに発表されますからそれに合わせてですねビットコイン ETF が <laughs> いよいよもう1年がかりで承認されるとまあ1年がかりって早い方かもしれないですねだから4月5日までになんかやっぱりビットコインでもイーサリアでもリップルでもなんか買っとかないと、まあ、特に草コインなんかっていうのはやっぱり あの魅力的ですよね、まあ。ビットコイン上がったとしても、まあ、今が40万円だと仮定してえ、ちょっと待って、今は43万ですよね。それ10倍になっても430万ですから、10倍しかならないわけですよ。10倍とか、まあ、20倍で860万ですね、ビットコインがね。まあ、20倍ぐらいしかならないわけですよね、1点はね。ただ、草コインなんていうのは、まあ、前回の動画でご存知の通り、 1>, 1万倍とか11万倍とかっていう実績もありますからね。あくまでも実績ですから、今後どうなるかわかりませんが、まあ少なくても、やっぱりその、えー、まあビットコインが20倍に比べれば、まあ、100倍から1000倍に行く可能性は非常に高いというふうには、あの、過去の実績から言えるんじゃないかなと思います。そうするとどうしてもね、国内国内の仮想通貨取引所で買える 草コインというのは非常に限られてるんですね。でも大体財布ですよ。草コインで買えるの。日本国内で買えるのは、日本国内の取引所で買い、えー、草コインを買おうとしたら財布ですね。財布ですね、買えるのは。財布の,この取引のですね、えー、ここのトークンですね。トークンに、ここにですね草コインいっぱい売ってるんですよ。 で、まあ、財布トークンのも草です。草コインというのは価格が安い0.1円以下のものですね。0.1円なんて平気で、何、えー、て言うかな、えー100あのー。50円とかいきますからね。0.1円が50円になったら500倍ですからえ、えー、そうですね。500倍ですから、あの、 これね、あの価格の安いやつを買うんですねはいまあ必ず上がるってわけじゃないですけど基本的にはあかなり高かったものですからね一時やっぱりええっ40004000一瞬ですけど4000はいったんですねえ 4000? 違いますね4円ですね4 すいません。4円いったのが0.1になったので40分の1になってますね、今ね。で、今からですね、仮想通貨、投資を始めたいなと思う人は、本当に幸せ者だと思いますね。本当に幸せ者だと思います。これ以上安くなることはもうないんじゃないかとい。まあ、これもね、あくまでも私の個人的感想ですが、あの、 いや、これ以上、ここがそこだろう、ここがそこだろうってみんな言い続けてですね。まあ、早い1年ですね。見ていただくとわかりますが、ずいぶん前の価格ですね。例えばこれだったら、2017年の4月1日ぐらいの価格と同じになってますからね。これ、ペペキャッシュですけども、これもやっぱまあ、この辺まで価格付けたわけですよね。28円とか。今0.4円ですからね。 まあこれも、えー、0.4だから 6C に 8C7C28 だから70分の1になってますよねだから、まあ、ここら辺で買っちゃった人に比べたらやっぱり30分の1えうんやっぱり非常にですね今今買う人は本当に羨ましいなって皆さん思うと思いますねだからここの コムサはあんまわかんないですね。遠くんですね。ここら辺を一通り買っとくと、JPY 建てです。日本円建てですね。買っとくと。まあ、まあ、もうそうだったんですよ。とにかく2年前も、ここの財布の講座を開いて、えー、まあ大学1年生、大学2年生か。大学2年生の男の子が、えー、友達にね、勧められて、 えー、この財布の口座開設したと。それが2016年か。2016年ですよね。えー、口座開設して何買ったらいいか分かんないから、まあ、とにかく全部、全部一通り買ったんですね。数,数千円ずつで。全部で5万円買ったんですよ。そうそう。全部で5万円。数千円ずつ、2千円ずつとかね。3千円ずつを、まあ、この辺、あとコムさんもね、一通り、えー、5万円分買ってですね、 で、置いといたと。で、まあ今、今の時期と同じですね。全然上がりもしなければ、まあ、下がる一方というぐらいの時期でしたね。2016年はね。それで、えー、ほ全然上がんなかったので、まあ、5万円がどんどん4万、3万、2万、1万とか減っていっちゃうから、これだめだということで、ほっといたらしいんですよね。大学2年生の僕がね。僕,僕って僕じゃないですよ。その男の子がね。ほっといてですね。 そして、えー、まあだから、去年のその前ですね、2017年の年末に、あ、ビットコインで送り人っていうニュースがね、流れましたよね。年末にね。なんだなんだなんだっつって、仮想通貨で送り人出たぞってニュースがすごい毎日やってましたね。それで、まあ、あの、出川さんが、うん、あの、コインチェックの CM をやったりしてましたね、年末ね。 それでなんだお仮想通貨と。そういえば僕も2年前に買ったんじゃないかなって記憶を思い出してですね、この財布の ID とパスワードを引っ張り出して、戸棚からね、引っ張り出して、まあ、5万円しか買ってないからなと。5万円しか買ってないし、なんか変な草子インばっかり、よくわかんない缶ばっかり買って0.0何円しか買ってねえし、まあ、どうせダメだろうと。 どうせダメだろうと、しかも5万円しか買ってないから、と思ってログインしたんですよね。ログインして、えー、自分のね、あの、資産を見たんですよ。自分のトータル資産いくらになってるか見たら、なんと、なんと5万円分、5万円か分の仮想通貨が、なんと2億円になってたんですよね。<laughs> <laughs> 2億円になってたんですよ。それが仮想通貨のすごいところで、えー、5万円、5万円が2億円になってたんですよ。だから、400倍か ?4000 倍か。4000倍になってたんですよね。まあ、草コインの、えー、価格上昇率のですね、爆発力がすごいのでね、4000倍になってて、それでね、あの急いでですね、あのその場で、えー、現金化したと。 それはね、多分、あの年末のね、一番いい時で、例えばビットコインだったら、これで爆上げしてますよね、こうやってね。で、こういうちょうどいい時ですね、こう12月15とか、ね、こう,こういうところ、上の方の時に、えー、たまたま、まあ、夢に見て、あの、枕元にご先祖様が立ってですね、お前の2年前に買った5万円の仮想通貨を日本円に換金しらわた。 ご先祖様がマグロモードに立ってくれて年末ですねこう12月16日とかこういうところにですね全部まあ売却したと、まあ、他の仮想通貨も大体この、えー、2017年の12月の半ばぐらいが一番高値でしたからねこれで、ね、全部売却日本売却っていうのは日本円に換金したとそして、えー、出金、まあ、自分の銀行口座ね三菱 UFJ 銀行とか三井住友銀行とかに出金処理をしたら まあ翌日ね、2億円が入金されたということですね。それでびっくりした親に相談してですね。ほんで、親もびっくりして、えー、友達、知り合いの税理士に相談してですね。まあ、あの皆さんご存知の通り、仮想通貨の税金はですねそうう、総合課税ですね。分離課税じゃないので、総合課税なので55%ですね。まあ、45%トが一時金で取られて、翌年10%の えー、住民税が取られると、まあ、全部で55%だから、えー、2億円の55%ということで、1億1000万ですね。1億1000万取られて、9000万は残ったということですね。まあ、そういう話いっぱいあるんですよで。他にもですね、私、日本全国仮想通貨セミナーやってきましたけども、大阪でねこんな話もあの聞きましたよ。えー、まあ 大学,大学生か、その時大学4年生の男の子が、えー、来,来てっていうかねあの、話を聞いたんだけれども、大阪の大学4年生の男の子がね、えー、年末、2017年の年末ねあの、まあ、仮想通貨、コツ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 買い,買い食めてですね、年末にね、<laughs> いくらになかったかというと、日本円換算でなんと23億円になったんですよ。 23億円になっ,てなったんですよね。で、年末、12月の半ばぐらいが一番あの価格が高かったんですけども、そこからねあの、みるみる落ちていってしまって、私が大阪行ったのはね、うん確か3月の半ばぐらいだったかな。行ったんですね。まあ、そしたら、これ、目もすぐ落ちてますけども、これまで落ちちゃったんですね。で、その時は、えー、もう総資産が10億円しかないと。 言ってました大学4年生の大阪の大学生ですけどね、男の人ですね。まあ、でも10億円すごいよね、利益が10億円残ってたるっていうのはね、まあだからそこでね、あの換金、まあ、して日本円にすれば10億円、今は、えー、もっと下がっちゃってるんでね、多分2億円かうーん1億円ぐらいになっちゃったかもしれないですね、2億円か1億円ぐらいね。 まあだからそういうということで、まあ、いつ換金するのかっていうのも大切だし、今、まあ、できれば売り差し値、差し値を売りとかないと、えー、<coughs> 売りたいときにね、売れないし、あの、基本的に人間っていうのは、あの、上がったら上がっただけ、もっと上がるんじゃないかってって、売れないんですよ。で、もっともっとって言ったらね、人間の欲望にキリがないので、 あの売れないんです。また、あの赤字になったとき、これは現物買いなので赤字はないですけど、まあ、FX とか、あとは株のですね、信用買いだと赤字になりますよね。お衣装発生してくるんですけど、赤字もですね、含み損ですよね。で、損を確定すると嫌なので、人間というのはね、損確定損、できないんですよ。だから損切りができないんですよね。だから、買うときに、きちんと作戦を練ってですね、自分はいくら欲しいのか、 いくら投資していくら欲しいのか。まあ今ここですよね。だから今ここだからどこまで上がると思ってんのか。でまあここでだけどももちろんムっていうのは昔この金額あったからあったからまたここまでいく可能性は十分ありますよね。まああると思いますよ。ムの。わ、ね、かんないですけどね。で眠に5万円投資してここを目指すのかそれともこれの3倍高を目指すのかそれは全然 結構ででございますすから最初にですねか買,う買うと買うというタイミングと同時に、決済のタイミングもですね、えー、利益確定決済のタイミングも,もう入れとくと売り差し値予約も入れとくとで現物なんで損切りは入れなくていいけれども損切りも入れられるのであれば、まあ、あの2割とか、まあ、半額ぐらいになっちゃったら、まあ、日本円に換金するっていう損切り決済も入れといた方がいいですね。 はいということですね、あと、まあこれはですね小倉セミナーの話なんですけども、小倉セミナーのね、えーまあ、最後にあった資料なんで、ものすごくこう内容充実してるんですよ、小倉のセミナー東京セミナーの後やってますから。それでね、この資料がね今でもセミナー使ってますけど、すごく良くて、まあ、実質的にはここまでですね172ページあるんですね。 で、これ172ページや、あ、171、ここまでか。はい。もう実質的にはここまでですね。だから168ページあるんですよ。で、これね、あの、すごいいいですから、今からとかね、もう一回仮想通貨投資にチャレンジしたいなと思う方は、ぜひこの資料ね、あの、動画で説明したものがあるんですよ。で、それ今、まあ、有料会員さんしか、まあ、見れないようになってるんですが、 えー、それ、ね、動画をピックアップしてです、ねあのまあ、1万円お振り込みいただいた方にはです、ねえー、この、まあ、東京セミナー小倉セミナーの、えーまあ、168ページ分のです、ね、資料あのすごくいいですよ、バルサラの破産確率表なんかもあるしコイン投げの問題なんかもあるんですね、はい、あのダニエル・カーネマンのファーストスローカーブですね 心理的かあの投資は心理のスペクトル理論が非常に大きいんですよ。この話もしてるしいろんな話もしてます。あとはバルサラの破産確率表の話もしてますし、えー、そう投資とのシステムトレードを行わなくちゃいけないとかね、えー、いろんな話をしてます。どうして皆さんがです、ねまあ、仮想通貨とか株とか FX で勝てないのかって話もしてます。 あとはね、一、うん、面白い、まあそうですね。あとは、まあ、ビットコインの送金と草コインの購入ですね。まあ草コイン投資法ってのはどれだけ魅力的かと。<laughs> まあ、わずか1万円でがですね、1000万でも2000万にも、過去のね、あの実績でとなるよと、なったよということですね。どれだけ魅力的かですよね。まあ、まずは国内口座開いて、まあビットフライヤー開けないですねコ。コインチェックは開けるかな まあ、ビットバンクとか、ビット、ビットバンクとか、えー、ビットトレードとかがいいかな。国内口座開いて、海外口座開くと。で、ビットコインを送金して、草コインを買うと。まあ、海外、海外口座でビットコイン、まあ、イーサリアムでもいいんですけど、まあ、大体ビットコイン送りますね。で、草コイン送金すると。で、ビットコインが、1ビットコイン100万円の時の、 でね、ビットコインってね、0.001ビットコインとか買えますからね。らまあだから3、まあ、1000円は買えないかもしれない。3000円ぐらいから買えますから、1ビットコイン今43万だったら、43万出さないと買えないのっていうわけじゃなくて、あのまあ、5000円1万円から買えます。どこの口座でもね、どこの国内口座でも、海外口座でも買えます。ですから、大体は、まあその1ビットコイン100万円なんてすぐな,るなりますから、 で、大体それの0.1ビットコインで10万円を購入するとか、こんな感じですね。で、0.1ビットコインを送金すると。それで、まあ0.001ビットコインのパックコイン。パックコイン昔、草コインだったんで、草コインはむちゃくちゃ安いものを草コインっていうんですね。これを1000万枚購入すると。で、これね、海外でもね、やっぱ草コインを爆上げするんですよ。で、パックコインっていうのは爆上げしたんですよね。で、1000倍になったとしても、これ03つ取るだけなんですよ。 ゼロ、千倍になってもまだ0.0001だから安いんですよね。で、ビットコインに換金すると、やっぱり100ビットコインになるわけですよ。うん。でも、あの、草コインで千倍になってるから、えー、ビットコインでも千倍になるわけです。だから0.1ビットコインが100ビットコインになって返ってくるわけですよね。で、これ100ビットコインいくらかっていうと1億円なんですよね。百一1ビットコイン100万だから100、100×100 は1万ですよね。だから1億円になるわけです。 で国内口座に1億円を送金、まあ、100ビットコインを送金して1億円の現金を手に入れると。だから草コインの上昇率はむちゃくちゃ高いですから、ビットコインの上昇率はもうメジャーコインの仲間ですから、そんなも上がんないですよ。ビットコインも最,最初は0.1円だったんですよ。0.1円だったのがもう43万ですから、なかなか、じゃあ今から1万倍になるかってらならないんですよね。 それで、まあまあ、ここら辺、税金の話だからいいとして税金の話はちょっと省きますが、えー、為替トリックっていうのがあるんですよね為替効果っていうのがあってですね、あのー、日本の国内口座ですね仮想通貨を日本の取引所で買う場合、まあ、ビ,ットコインビットフライヤーとかコインチェックとか財布とかビットバンクとか買う場合はですね日本円で買いますよね。 日本円でビットコインとかイーサリアムとかリップルとか買いますよね。えー、で、草コインっていうのはですね、海外でしか買えないわけですよね。で、ビットコインを国内で買って、日本円でビットコイン買って、それを海外の取引所に送金して、まあ、そうだな、まあ、コインエクスチェンジとかね、送金して、そこで草コイン買うわけなんだけども、 例えば0.001ビットコイン1000円1ビットコインが100万円だと仮定して1000円ってったらですね0.001ビットコインなんですよでこれをビットコインっていうのは少数点が少ないので草コインってねすごい安いから買えないんですよねで中間効果ということで同時コインに一貫買えるわけですビットコインを同時コインに変えて同時コインでストロングハンズなどの草コインを買うわけですね で同時コインというのはむちゃくちゃ安いんですが、これは少数点以下がすごい大きいんですよね。だから草コインが買え十分に買えるわけです。で、1000円、1000円分の草コインというのは、2040同時、2040枚買えるわけですね、同時コイン。それでストロングハンズはですね、まあ今この,、まあ、このぐらいの値段なので、えー、1、10、100、1000、10万、100万、1000万、1210万枚のですね、 1210万、とんで6824万枚の草コインストロングハンズが買えるわけですよ。1210万枚ですよ。はい。それでですね、えー、例えばビットコインが120万円まで上がったと。1.2倍、20%上がったと、場合どうなりますでしょうかと。そうすると、1000円分というのはですね、0.001ビットコインじゃなくて0.000833ビットコインになるわけですね。 で同時コインがこうなってだからストロングハンズがですねあのー、全く価格変わらない、まあ、同時コインに対して価格変わらないよとしてもですねえビットコインとか同時コインっていうのが高くなってきちゃうと買える枚数が減っちゃうんですよねやっぱり 5000, 5000万枚減るわけ1101001000万500万枚減るわけですねだから購入時の為替効果としてはいかにそのビットコインが安いか うん、例えば70万円だったら0.00143ビットコインなんですよね。なので、こう、草コインは、えー、3575万枚買えるわけですよ。はい、だからこれ、2番のですね、二番の5倍,5倍買えるわけですね。でこれ、為替効果っていうものを、えー、考えていかないと、草コイン投資法っていうのは儲からないわけです。だかからいかにビットコインの価格が安くて 同時コインの価格が安くて、そして草コインの価格が安いときを狙って、買うか、全てはビットコインの価格が安,安いときにビットコインを大量に仕入れておかないと、あのいくら草コインが安,安くなったとしてもですね、為替効果、こう、一重、だから日本円からビットコインを買うので、一つの為替効果がありますよね。為替があって二重ですよね、三重なんですよ。今まで世界に,世界において、 三重の為替効果っていうのはなかったんですよ。で、為替効果っていうのは、これすべて掛け算になる,なるんですね。掛け算になるわけです。んで、これ購入の時の為替効果と、売却の時の為替効果があって、例えばこの、1ビットコイン100万円の時に1000円分買った時の草コインは、1210万枚、1210万飛んで6824万枚ですよね。で、これが、 ですね、えー、っとビットコインがこう上がった場合どうなるかとはいこうなりますよねこういろいろそれぞれの相場の時どうなるかってことなんですけどもビットコインが上がると逆に売却の時ですねえどうなるかっていうことなんですけどもこれはですね <laughs>、えー、このストロングハンズの価格が変わらなくても 同時コインが上がってビットコインが上がると。だから買うときはビットコインとか同時コインの価格が下が,下がってると。で、ビットコイン、まあ、例えばビットコインの価格が上がればですね、草コインの価格が全く上がってないですね、これ。えー、変わってないですよね、同時コインに対して変わってないですよね。で、枚数も1210万枚ですよね、変わってないですよね。でも、えー、日本に、日本に持ってくるとですね、 120万円、えちょいちょ1713円になるわけです。この1000円の、1000円買ったものが、1713円になるわけですね。1.7倍になるわけですよ。草コインの価格上がらなくてもですよ。ビットコインの価格が上がれば、こうなっちゃうわけですね。まあ、これ、同時コインも上がってますけれどもで、ここはですね、ビットコインの価格が下がってしまうと、草コインの価格が上がったとしてもですね、 680円,円になっちゃうわけですね、1000円分が。1000円買ったのが、目、え、減、ー、りしちゃうわけですね。まあ、こういう為替効果っていうのがあってですね、<coughs> 例えば、これだったら、これ2番のやつかな、うん。で、ここは草コインの価格が変わらない。で、ストロングあの中間効果のですね、同時コインが1.428倍になって、 ビットコインが1.2倍ですね、これ。100万から120万になると。だからビットコインの価格が200万とか2倍になってるわけじゃないですよ。でも、これ、為替効果っていうのは、掛け算になるからこ、こんなね、為替が30になってる為替ってのは、今まで、あの、金融、金融業界にはなかったわけです。初めてなんですよ、この草コイン。あの仮想通貨の金融システムではね。それで1倍かける1.428だよね、これね。1.428倍かける。 これ、同時コインの上昇率が1.4倍、1.428倍ですね。で、ビットコイン1.2倍ですよ。そうすると1.7136倍になるわけです。だから、ビットコインが、うん、急激にドーンと上がらなくても、えー、草コインさえ買ってれば、あの、ビットコイン上がって同時コインも上がるから、で、草コインがちょうど、こっだけ上がってればですね、ビットコインの上昇率以上のですね、あの、福利っていうんですかね、あの、 結果が得られるわけで、すねで例えば4番。えー、4番かなこれ1.68倍で、同時コイン1倍の、これビットコインは0.68倍になっちゃったと。そうですね。これはまあこんな感じですかね。で、この計算は例えば、1、えー、番最後かな ?1.3 倍ですね。これ1番最後ですね。で、草コインが1.68倍。 1> 1. 倍ですね、これ、まあ、ちょっとだけ上がったよとでこの同時コインが2倍2.04倍上がってビットコインが100万が130万で1.3倍こんな余裕で上がりますよねそうするとこれ掛け算になるので3.1479倍になるんですよ3倍になっちゃうわけですよで必ずしもビットコインだけを買うとビットコインが3倍になるのって例えば今43万なんで、まあ、3倍ぐらいにはすぐなっちゃいますけど 例えば100万、100万になって、そこから3倍って言うと300万ですよね。で、うん、なかなか上がってこないと。ただし、草コインにしとけば、あの、1.3倍でいいんですよね、ビットコインは。そして、同時が、まあ、同時コインは2倍ぐらいするうなっちゃうし、草コインだからね、同時コインも。それで、ストロングハンズのは、まあ、1.18、7倍で、も、ま、う、あ、ほとんど変わってないですよ。ただ、草コインは、 100倍にも1000倍にもすぐなるので、で、それをの掛け算、3つの掛け算で日本円として日本に帰ってくるんでね、計り知れない利益があります。ということで、こうね、結論なんかもあってですね、まあ非常にね、あの、まあ経営コンサルタントとしての、えー、分析をですね、ずっとやりました。私の方はね。やったので、もしあの、この資料も PDF であげますし、まあこれ、まあ動画で説明したやつが、 ずっとあるのでね。まあ、あとはもちろんメンタルが重要なので、メンタルの話が非常にありますしえ、バルサラの破産確率表とか、えー、あと、まあ、ご存知の通りですね、ダウ理論じゃなくて、あれですね、まあ、マインドフルネスの話ももちろんありますよ。マインドフルネスの話もあるし、スペクトロ理論ですね、スペクトロ理論を克服し、巨万のとみえる方法。 なんか入れてますから、あの非常にこれ、でこれ1万円ご入金いただければね、えー、またですね、あの動画とこの PDF の資料を、えー、全ての皆様に送らせていただきますんでね、はい、あの制限はありませんので、またご検討いただければと思います。なんか営業モードになっちゃってごめんなさいね。はいあーすいません、リップル見てみましょうか、ビットバンクで見ますね。 まあ、あと、あの、ICO とかで、ICO でコイン購入して、そろそろ上場が行われてね、それをですね、海外鉱山に送金して、ビットコインに変えて日本に持ってきてですね、日本円に変えると。そういうまあ作業とか、煩雑な作業なんかもやってます。まあ、ほんで、言えることはですね、投資助言とかっていうのはやってませんし、投資の えっと、勧誘なんかもやってませんし、私は投資のですね、金融商品とか、投資信託っていうのはな何も売ってませんので、助言もしてません。ので、そこら辺はね、あの間違わないようにしてください。はい、私から何か引き出せるからつたら何も引き出せませんからね。何かやりたいってことについて、パソコンの設定作業をするだけですから、はい、それだけはあ確認してください。リップルはちょっとまあ落ち着いてるって感じですね。 うんまあ、買うなら今ですよね。買うなら今。はい。買うなら今。一時400円来きましたからね。今35円なんで、まあ、非常にいいかなと思いますね。リップルは上がると思いますね。なぜかというと、リップルの話が出てたんですよ。えー、リップルはですね、なんと、これですね。はい。国内の仮想通貨市場でビットコインを超えるリップルの現物保有額が明らかにと。 自主規制団体が統計情報を公開ということで、日本ではですね、リップルの日本円建て保有額はビットコインの656億円大幅に上回る989億円となっていると。で、イーサリアムの保有額が164億円6倍であることが分かった。なお、ビットコインキャッシュは61億円、モナコインは36億円、ライドコインは10億円、4億円となっているということで、まあ、リップルの 購入者が増えてるんですね、今ね。だから、あのリップル上がる可能性が非常にあるかなと、個人的には思ってます。なのであの、まあ、ビットコインとリップルいいんじゃないかなと思いますね。まあ、もちろんビットコインとか、まあ、リップル35円だからって言ってこれがじゃ1000倍になるかって言ったらね、まあ、1000倍にはならないでしょうね。100倍にはなると思いますけど、 100倍で3500円ですよね。まあ、そのぐらいにはなるけど、3万5千まで一気にいったら1000倍ですよね。いくかな、どうかな、いくかな。でも、発行枚数が多いんですよね。リップルはね、だから、ちょっと3万5千まで時間かかるかな。100倍ぐらいには一気に駆け上る可能性はありますけどね。うん。ただ、じゃあ、草恋みたくね、1000倍、1万倍ってなるかっつったら、ならないです。ならない可能性が高いと。まあ、ならないとは言い切れないですけどね。 なならいい可能性が高いと思ってますだからまあまあいわゆるメジャーコインに位置づけられてるんですけどメジャーコインで安定的にね、まあ、下がらない可能性が高いのでメジャーコインと草コインっていうものをですね、まあ、うまく、えー、配分比率を考えながら購入しながらですねやっていくっていうのが一番こう投資っていうのが一番いいのかなと思っておりますで最後に、まあ、XM で同じ えー、おなじみの XM のドル円ですね。ドル円相場はどうなってるかということなんですが、えー、例えばこれですね。まあ、今日ももじもじしてますね。これは30パンチですけど、朝、黒田総裁の発言、昨日か、これ黒田総裁の発言、これか。で、今日はあれか、五島議なんで、 まあ多分銀行が中根で買ったのかな。ちょっとわかんないですけど、上がって、まあ、どっちつかずですね。ただ、110円、えー、90銭、90、えー、4銭ぐらいまでいったんですね。だから、111円までは、もう少しですね。111円がここですから、111 <laughs> 円の壁が、あの、切り場の壁って大きいんでね。 の壁ってここまで行ってるんで、まあ明日、あした、あさって、金曜日には突き抜けるんじゃないですかね。明日あたり突き抜けそうですね、これ。まあ、基本は上ですね。基本はあのロングですね。ロング。どう、誰がどう見てもロングですよね。だから、ここら辺で入っちゃうと、ドーンって下がりますけど、まあ、十分、<laughs> えー、資金に余力を持ってれば。 まあ、あのマイナスになりますけど、まあ、い今となってはプラスですよねここ,ここから入ってもねこんだけマイナスこんだけ差でちょっとだけですけど例えばここから入ったとしても、まあ、22.6ピプスのマイナスですが今となっては16.3ピプスのプラスになってますから、まあ、どこに置いてもロング入った方がいいんじゃないか、まあ、これは私の勝手な感想ですけどね でもう、はい、もう全戻しですね。ここの100%戻し行って上突き抜ける可能性が高いと思われますね。それで私はですね、まあ個人的なポジションはあんまりね、ポジション得になっちゃうんで言わないですけど、ここですね。ここで入ってますね。予約が入ってて111円334で入ってますね。レンジがここなのでね、レンジがここなので、<laughs> それの十分上ですね。保険をかけて上で入って、えー、決済ということですねこ。ここで入ってるような気がするね。334で。で、111円の898ですね。決済、だから50ピープスぐらいか。50ピープスぐらいか。そうですね。500万。まあ、50ピープスですね。うん。 ですね、でしもちろん下にもこうやって入れてますけどねこのここからこのレンジだと仮定してレンジブレーク上昇レンジ下降レンジどっちでもいいですから私はもう中野研究会はこうですねここのえあそうですねこことこの間の <laughs> まあここもですね、まあ、こういう切りだからここですねレンジはここだと仮定してますからはいこことこの間のレンジ幅 についてレンジブレイクしたら入るとエントリーするとで。そのエントリーは買いでも売りでも入ってます。IFO で自動注文が入るようになってて、えー、自動決済と自動損切りも入ってますから、これ自動航行でいきますから、えー、大丈夫です。でね、えー、っとね、大体ね、FX でも仮想通貨でも株でも先物でも何でもそうなんですけど、あの個人事業でも会社経営でも何でもそうなんですけど、<laughs> 自分で決めたルールを守れないと失敗するんですよ。どんな人生でも。はい、特に FX、仮想通貨、仮想通貨、株、為替、先物、オプション、なんでもそうですよ。はい、<laughs> あの独立企業、なんでもそうです、まあ。サラリーマン人生、えー、学生生活、全部そうです。自分ルール。で、一番悪いのは自分ルールを決めてない人。決めてない人はルールを守る。 術がないですから、もう、最初から失敗してますよ。あの成功なんかしないですよ。自分のルール決めないと。ゴールを決めないと。ゴールと、あとは手じまい。手じまいの,とのポイントを決めないと、まあ、ここまでやってダメなら、諦めようっていうポイントね。決めないとダメですよね。うん。あとは、あのゴール、ここまでいったらゴールと。で、それに向けて、もうい、いしあの一直線。途中で心を変えないってことですね。 これルール決めてますから、私は。途中でこのなんか線をね、いいただいじくったりなんかしたら、ま自分に負けてんですよ、もう。自分に負けちゃってんです。自分に負けてる人は、何やったって勝てないですよ。それでですね、あとはもうあの途中でね、もう一つ考えなくちゃいけないのは、えー、ルールはじゃあ作ったと。で、そのルール合ってるかどうかですよね。それはテク,ニカルチャテクニカルチャート分析能力がちゃんとあるのか、ファンダメンタル分析能力がちゃんとあるのかで、 判断されますねはいそこの能力を高める必要があるそうしないといくら自分ルールを作ったところで間違ってたらそのルールが間違ってたらいつまでたっても勝てないですからだからそういういくつかのですね、えー、勉強はしていかなくちゃいけないってことですがまあやることやればほとんど勝ちますからねはいあの勝ちますまあそれも私の個人的な感想ですのでね 絶対勝つっていうのも、絶対っていうのは世の中ないのでね。そこら辺は、あの、皆さん、<laughs> 勘違いされないようにしてください。はい。ということでね、今回はこの辺で終わりにさせていただきたいと思いますね。はい。で、ビットコイン TF のダブル承認は、4月5日金曜日の米雇用統計の日の可能性が非常に高いです。で、草コイン爆発しないシグナル発令中っ僕がシグナル上げてるだけなんですが、 草コインはじゃあどこで買うのとか今どのぐらいあるのかと2万、えー、2万種類ぐらいあ、えー、数千種類ありますよね草コインねで海,海外取引所は2万箇所以上ありますからじゃあどうするのかということについてはあのーまあ、今まで1年間ずっと動画作ってきましたがまた改めてね、あのー、次回以降に作りたいと思いますあとはまあレクチャーとか個人コンサルティング依頼も、えー、募集中ですまああの1万円払っていただければ 私の方から出向きますしね、日本全国津々浦々で出向きますし、えー、千葉県松戸市の JR 松戸駅に来てくれれば、えー、ガストでね、一緒にできます。Wi-Fi は私持ってますし、電源はガストで取れますと。はい、いうことと、あとは忘れちゃいけないのは、私は、えー、投資に関する勧誘も助言も何もしませんのでね、ただパソコンの設定、パソコンオタクのパソコン兄ちゃんだと思ってください。 はい、で買い方、送金の仕方、口座解説の仕方を、えー、レクチャーするだけですので、パソコン、はい、山田電機のお兄さんだと思ってください。投資について分かんないですからね、私も。あの誰も分かんないですから、助言もしなければ、推薦もしなければ、販売もしないし、何もしません。仮想通貨はご自身でやりたいという人だけ、私に連絡取ってくれれば、十分です。私は仮想通貨やりましょうと。 やった方がいいよと言いませんから絶対にねはいそれは、えー、思ってくださいあとですねこの動画について動画で有料会員版の動画ってあるわけですよまあそれはあの私の、えー、仮想通貨と、うん、ドレ円 FX のですね、えー、このはどうやったら勝てるのかっていうものをねずっと分析して研究してきた成果があるので まあそれについては細かく説明しています。でそ,れにつそれを知りたい方は、えー、毎月1万円払っていただくことでですね、有料会員になってですね、まあ、あの相当の動画を、まあ、過去の動画を見ることもできますが、とバックナンバーも1月1万円払ってもらわなくちゃいけないんですよ。で去年の7月からですね、出してます。ででこれからまた新しく出すので、 まあこれから1万円ずつ払ってくれればいいと思いますけども相当な、まあ、毎日は出さないですけどもほぼほぼ毎日か2日に1回は出してます、はい、あの仮想通貨とド隷エフェクスですね、はい、でまああのいわゆる私はあの理系で物理学を勉強してきた人間ですから物理と数学を勉強してきましたから、まあ、あのいわゆるですね裁量トレード勘定トレードはやらないですね もうあくまでもシステムトレード。なんかシステムを使っているわけじゃないですけど、ル自分ルールを決めてそれについ、それに対して、えー、確率論でやっていくというですね、さあのー、裁量トレードはやらないです。その,その場の雰囲気で感情トレードを絶対やらないですよね。勝てるわけないから。で、絶対にシステムトレードしかやらないです。はい、確率論で勝っていくと。で、あのー、実績を残していくと。もう結果にコミットですね。 はい。コミットってコミットは、最終的にコミットはできないですが、え投資判断はしませんが、私のやるやり方を、えー、かなり詳細なね、部分までお伝えしてるのをしてます。はい。なので、有料会員。で有料会員制度につきましては、あの、皆様ね、今見てる動画のですね、 動画解説欄に書いてあります。あとは個人コンサルティング依頼も動画解説欄に書いてあるので、一度お読みください。それでですね、この有料会につきましては、あのー、どなた様でもですね、1月1万円払うことで、今すぐにですね、えー、お読みいただくことが、まあ、お読みというか動画を見ることが可能になってますので、えー、日本全国津々浦々の方、まあ、仮想通貨で儲けたいなとか、 えー、仮想通貨うまく仮想通貨投資うまくいかないんだけどどうしたらいいかとか、FX 投資うまくいかないんだけどどうしたらいいかとかいう方は、お悩みの方はですね、一度有料会員になっていただいて、まあ、私の動画を見ていただき,きたいなっていうのが、えー、今の思いですね、私はね、思いですね。それで、まああのまあそれをまあ有料会員で動画とかね。 資料を見ていただいて、その後にまあ個人コンサルをまあ依頼すると。まあ、個人コンサルも1万円ですけどね。まあ、1日1万円と。で、有料会員は1ヶ月1万円なんで、有料会員の方がお得ですよね。お得で毎日やってますからね、ほとんどね。休みの時もありますけどね、体調悪くてね。はい。なので、一応 <coughs>、で、こちらについては、えー いろいろ、まあ、もっと細かい、まあ、投資の、ね、判断とかいろいろな情報なんかも出している部分もあるんですが、まあ、そこら辺はですね金融商品取引法のただし書きのですね例外部分を利用してやってますのであの全然大丈夫ですね。はい、なのであーこの有料会員につきましてはあの不特定多数の方にですねいつでも誰でも販売できる状態にしてありますから そこら辺ですね。正し書きとしてはね。それでやっております。はい。それでは長くなりましたが、今回は、えー、こちらでね、終わらせていただきたいと思います。えー、ビットコイン ETF のダブル承認は4月5日金曜日の米雇用有統計の日の可能性が高いですと。で、草コイン爆上げシグナル発令中ということで、<laughs> えー、仮想通貨で、まあ、もげたいなとかね、仮想通貨としてやりたいなと思うのであれば、 まあ、あと1ヶ月が勝負かなと思います。それで、国内口座作るのにも時間かかりますからね、1週間ぐらいかかりますから、あっという間に1ヶ月なんか過ぎちゃうんですよ。それから海外口座を開いて、えー、ビットコイン買ってね、送金して、草コイン買ってとかなってくると、やっぱりね、時間かかるので、早め早めにね、あのー、取り組まれた方がいいかと思います。そ,それでは、これで終わります。千葉県松戸市より、えー、トム・クルーズがお伝えいたしました。 どうも失礼いたします。